キメキメモリアルガールサイド2テルク1ズルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は3年目高校生活最後のクリスマスを終えたところですね。いや、ちょっとさ、この先は辛そうだなって思ってたんだけど、なんかクリスマスの段階ですね。辛いんだけど。いや、ちょっと、やってくれるわね。あ、なんか、閉店の、そうね、お知らせが来てると思ってたけど、何、一応ねぎらいの言葉でもなんか来てるの？突然よね、じいさん。こっちだってバイトしてたのに。閉店しちゃった。やっぱり寂しいな。あ、一応、バイトしてたからメールはくれたんだね。しおりさんへ、急に店を閉めてしまったこと、許してもらえないかもしれないね。それでもあなたにはお詫びをしておきたかった。本当にごめんなさい。あなたが珊瑚礁のためにしてくれたたくさんのことは決して忘れません。それはきっとテルのやつも同じでしょう。とても嬉しかった。ありがとう。マスターより。マスター、ちゃんとパソコン使いこなせてるんだね。なんか変なとこに行くとってとかもないし。マスター。お正月はさ、一緒に過ごせるのかな？どうなんだろう。今年一年を振り返ってみると、アルバイトよく頑張ったな。そうだよ、あんなにさ、頑張ってきたのに。こんなところかな。こんばんは。今年も考え事？うん、ちょっとね。ねえ、毎年、何考えてるの？ゆうくんの体がどれだけ成長してるかを想像してるのよ。え、一年を振り返ってただけだよ。どうしたの？なんだ、俺なんか心配事かと思った。考えて損した。ところでゆうくん、今年はないのかな？例のもの。もちろんあるさ。週刊テレビキャッチ、しかも特大号。やったー、ついに赤白ステージクリア。俺ってすごい。おめでとう、ゆうくん。でも、ステージって。でもさ、まだラスボスがいるんだよな。小林幸子かしら。でも小林幸子もうあれ出てないんだっけ？もうずっと何年も紅白見てないから、ちょっとわかんないんだけど。0時1分。ラスボス戦クリア。大人の時間突入だ。大人の時間突入していいのかしら。すっごいほったらな。すごい大丈夫、寝てるとかいう感じっていうか、なんか気絶だよね、なんかね、大丈夫かしら。今年もこれでおしまい。高校生活もあと3ヶ月か。来年はいいことあるかな。新しい1年の始まり、なんだかすがすがしい気分。あ、年賀状来てる。誰からかな。よかった、年賀状をくれるってことは一緒に過ごせるよね、きっとお正月は。てるくんの年賀状、これ写真？ひょっとして潜った時に撮ったのかな。あ、芝くんも年賀状くれた。芝くんからだ。うん、やっぱり芝くんはこれだよね。コンビニ年賀状。コンビニ年賀状。別に言わなきゃわかんないよ。ハリーから来てる。あ、ちゃんと干支の絵だ。なんか意外。わあ、カラフルだな。クリスくんの年賀状。この背景、なんだろう。なんだろうね。お花柄にしか見えないけど。あ、アナチ君だ。寂しいだなんてもう、アナチ君ってば。ごめんね、ちょっと。全然、爆弾解除で電話しただけなんだけど。この元素記号のハガキは若王子先生。これで肉は焼けないんじゃ。ちょっとなんかペンが太くて字が全然読めないわよ、先生。なんて書いてあるのかしら。しおみちゃんからだ。あれ、メッセージが少ない。勉強が忙しくて大変だったのかな。あ、この詩はひょっとして、ひそかちゃんの手書き？へえ、結構うまいな。かわいい。あれ、誰だろう？もしもし。明けましておめでとう。あ、デル君、明けましておめでとう。うん。なあ、これから初詣に行かないか？うん、もちろん。助かった。一人でこの寒さじゃ、ちょっと耐えられないし。それ、あ、間違えた。ちょっとしたら迎えに行く。私が迎えに行こうとしちゃった。うん、待ってるよ。今日着ていく服、どうしようかな。しおり、明けましておめでとう。明けましておめでとう。晴れ着着たんだな。うん、どうかな。ああ、うん。いいんじゃないか？あれ、あんまり好きじゃなかった？いや、好き。すごく。よかった。気に入ってくれたみたい。行こう。そろそろ混む時間だから。混んでるな。これからあの人混みのゴミになるんだ。俺たち。お正月から嫌な言い方しないでよ。見ててもしょうがない。行くぞ。貸せよ。え？せっかくさらっと言ったのに、止めるなよ。ほら、はぐれるだろ。デル君。今年は何をお願いしようかな。今年も、成績が上がりますように。その願い、叶えて信ぜよう。あれ、なんか叶いそうな気が。あ、おみくじ。どうする？お前引きたいだろ？ちょっとさ、2年間連続で大凶じゃなかったっけ？うん、引いてみたい。今年こそ。うん？じゃあ引いておいで。お父さんここで待ってるから。ダメ。お父さんも引くの。ああ、混んでるのに。よーし、引くぞ。いい結果が出ますように。さて、私の今年の運勢は。あ、よかった。末吉か。でもまあ、いいよね。吉なんだし。てるくんはどうだったのかな？大吉、だって。へえ、すごい。よかったね、てるくん。そうか？え？大吉なんでしょ？だからだよ。今年が大吉って言われてもな。10代だぜ。将来はどうなんだよ。微妙。お正月から屈折してるな。はあ、これが高校生活最後の初詣なんだな。そうだね。いろいろあったよね。ああ、ほんと。あっという間だった。なあ。ん？俺さ、店のことばっかで、ごめんな。いいよ。しょうがないよ。ありがとう。でも、ごめんな。てるくん？ありがとう。食ってくれて。いいよ。俺が送りたかったんだ。なあ、俺さ、神様に頼んでみたよ。何？自分に正直でいることと、人を傷つけないこと。なんとか両方叶えてくれないかって。タルク？もう一つ。今年がお前にとって、いい年であるようにって。俺、本当に祈ってるんだ。信じてくれるか？うん。私も祈ってるね。てるくんの一年がいい年でありますように。サンキュー。じゃあな。てるくん、何か悩んでるみたい。これ、まだデートできたのかな？なんかもうデートできないのかと思ってたけど。まあ、いっか。しょうがないね。寝とくか。まだデートできたのかな、もしかして。まあちょっともう今更なんだけどね。だってまあいるもんね、普通にね。あ、なんか最近遊んでないね、あんまりね。千代美と。千代美ちゃん、これから帰るところですか？うん。ねえ、一緒に帰らない？そうですね。帰りましょうか。うん、帰ろう。来たか。誰からだろう。もしもし。なあ、これから出てこれないか？今から？いいよ。今どこ？防波堤のとこ。急で悪いけど、あんまり時間がないんだ。うん、分かったけど、てるくんどうかした？話がある。じゃあ、待ってる。どうしたんだろう。お待たせ。ごめん、急に呼び出して。ううん、それより話って？俺さ、戻ることにしたよ。家に、親のところに。でも、確か、てるくんのお家は。ああ、遠いよ、ここからは。だからさっき、ちょっと早めに卒業証書もらってきたんだ。え？卒業証書って、それじゃあ。向こうで浪人して、親が勧める大学に行くよ。サンゴ礁は、諦めちゃうの？ああ。もともと無理だったんだ。これ以上ダダこねても、みっともないだけだ。みっともないなんて、あんなに必死で頑張ってたのに。意地張ってただけだよ。一人じゃ何もできない子供のくせに。そろそろ、大人にならなきゃ。そんなこと言うの、てるくんらしくないよ。じゃあ俺らしいってどんなだ？お前は俺の何を知ってる？知ってるよ。ずっと一緒にいたもん。学校ではいい子で、通してるけど、本当はちょっと乱暴で、皮肉屋で。でも、海やサンゴ礁やおじいさんのことを話すときは、とっても優しい目になって。そっちが嘘だとしたら。え？学校の俺が本当で、お前と過ごしてた俺が、全部嘘かもしれない。二人で一緒に笑ったり、時々は喧嘩もしたけど、そういうことも全部？ああ、ひどいもんだろ。そんな。だから忘れてほしい。珊瑚礁のことも、俺のことも。そんなの無理だよ。頼むよ、耐えられないんだ。これ以上情けない俺をお前に見られるのは。テル君、人魚と若者はさ、出会うべきじゃなかったんだ。そうすれば悲しい物語なんてなくて済んだんだ。え、ここでこれ今はいいよさよなら。てるくんが行っちゃった。もう会えないんだ。ちょっと無言になっちゃったいやー、なんかもうさ、なんか死なないけどちょっと走馬灯のようにさ、なんかね、ちょっと言い合ったりしたこととかをさ、すごいさ、なんか思い出して、もう、なんでそんなこと言うのって。なんでしかも、誕生日だ、今日。これ。そうだね。来てはくれないね、今日ね。あ、ちょっと、マジか。あれだよね、多分電話も繋がらないんだよね、きっと。あ、やっぱりね。はーい。あ、こんにちは。ちよみてるくんがいなくなっちゃったよ、ちよみ。あ、ちよみちゃん、どうしたの？突然お邪魔してごめんなさい。これを渡したくて。え、もしかしてプレゼント？はい、お誕生日ですから。ああ、嬉しい。え、あ、もう終わりプレゼント何くれたのかな？ああ、かわいい。クマさんのオルゴールだ。大切にしなくっちゃ。どうやって過ごしたらいいんだ。もうバレンタインとかもどうしたらいいんだろうあ、達子だ。達子に合わなさすぎて嫌われてんのより私東堂さん、なんだ、あんたか。相変わらず騒がしいね。ねえ、よかったら一緒に帰らない？悪いけど今日は一人になりたいんだ。一人にしないでよあ、そうなんだ。悪いね。それじゃ仕方ない。一人で帰ろう。悲しい。一緒に帰ろう。あ、バレンタインか。え、これってどうにかなるんだっけ？うん、帰ろう。なんかポストに入れとくとかさ、できるの？なんか。もうすぐバレンタインですね。あ、でももう家行っちゃってるんなら、郵送？ちょっとじいさんに住所聞こうよ。そうだね。今年もこだわりの手作りチョコにチャレンジするの？ええ。でも、今年は成分よりもデザインにこだわろうと思っています。あら、そうなんだ。ファンシーなんだけど、ちょっぴりルネッサンスを意識した素敵なチョコにしたいですね。ちょっと全然想像つかないんだけど、ファンシーなんだけどルネッサンスって何？なんかちょっとキャラクターっぽい、なんだっけ、ルネッサンスの人たちなんだっけあの人たちのマジパンとかが乗ってるチョコみたいなのしかイメージできないんだけどなかなか大変そうだねそうか、もうすぐバレンタインなんだ。そうかちゃん、あげたいけどさ、ちょっと住所を突き止めないとあげられないよね。ゆうくん、住所教えてよ知らない、さすがに。13日の金曜日じゃん。さて帰ろうかな。あ、そういえば私バレンタインデーが近いのにチョコレートを買ってなかった。よし、買いに行こう。ゆうくんに高級チョコでもあげようかな。いらっしゃいませ。さてどうしようかな。お金は余ってるしね。ありがとうございました。いい買い物ができたな。さて帰ろうっと。あ、そうだ、手作りチョコどうしようかな。ゆうくんも手伝ってくれるって言ってたし。ゆうくん、住所早く調べてきて調べてあるかしら。本命の人には手作りチョコを渡したいもんね。では張り切ってまいりましょう。ちょっとその前にいいやつができるかどうか問題がにはできたでしょう。あ、いいよいいよ、オッケーオッケー。うん、結構いい出来。明日渡すのが楽しみだな。楽しみだなって言って、おはよう渡せるのかな、本当に。おはようゆうくん。今年もバレンタインが来たね。チョコレートの準備はできてる？まあそれなりにはね。うん、手作りばかりが全てじゃないよ。うまくできるとは限らないし。まあそうね、確かに失敗したようなやつを私よりはちゃんと買ってきて美味しいやつを渡した方がいい時もあるわね。鋭いことを。毎年たくさんのチョコ食べてるからね、俺。そんなひどいのを渡してくるやついるのかしらでも大事なのはハートだよ。今年は大きなカバンも持ったし。じゃあ行ってきまーす。今日もビシッと頑張るぞ。さてと、高級チョコは誰に渡そうかな。高級チョコはゆうくんにあげるからね。やっぱり渡すのはやめよう。借り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう。あ、選べるってことは、選べるけど渡せないパターンある？あれ？てるくん、受け取ってくれるかな？このチョコは、てるくんのために。こんなところまで来ちゃった。てるくん、もういないのに。お店は閉まってるみたい。やっぱりまだ帰ってないよね。あ、おや、お客さんかな。ごめん、ちょっとじいさんの分は持ってきてないの、ごめんなさい。ちょっと気まずいやつじゃない、なんかマスター。いや、お久しぶりです。その後お元気でしたか？はい、私、エルのやつはもうここにはいないんだ。それは知ってるね。はい。でも、もし帰ってたら、きっとチョコなしじゃ拗ねちゃうだろうと思って。そうか。今日はバレンタインデーだ。ありがとう。エルのやつを好きになってくれて。私、今、片付けをしてるから散らかってるけど、よかったらお入りなさい。お店を閉めた本当の理由を教えてもらえませんか？ヘルのやつはね、小さい頃から本当に強情で見えっ張りで、どんなに辛いことがあってもみんなの前ではケロッとしてるんだ。そのくせ、人がいなくなった夕暮れの浜でよく一人で泣いてた。だから僕は学校と店でクタクタになってる姿をあれ以上見ていられなかった。マスター、それじゃあやっぱりてるくんを見かねて。どんなに図体が大きくなって生意気を言うようになっても、僕の中ではいつまでも涙をこらえてる意地っ張りのちびすけなんです。てるくんが聞いたらきっと怒りますね。本当だ。でもね、どうやら僕は思い違いをしていたようだ。店を畳めば諦めると思ったんだが、そうじゃなかった。僕を置いて歩き出してしまった。てるくん、お店のことは諦めるって。若者はみんな成長します。周りは置いてけぼりを食うように感じるけど、それは仕方がない。置いてけぼりは寂しいです。あなただって成長してます。もう立派な娘さんだ。泣きべその女の子じゃない。怖い展開じゃないか。テルのやつはきっと帰ってくるさ。こんな素敵なお嬢さんを置いて、そうどこかへ行けるもんか。そんなこと。帰ってきたらすぐ連絡するから、もう少しの間でいい。信じてみてやってください。はい。あ、びっくりした。ちょっといきなり切り替え早いな、おい。こんななんかじいさんのさ、いい話だったのにちょっと。もったいないから自分で食べちゃおうかな。帰ってきてすぐだよ。ゆうくんにあげようと喜んでくれるかな。ゆうくん、いる？うん。今開けるね。うしたの？お姉ちゃん、バレンタインうまくいった？うん。というわけで、俺はゆうくんの分。おーい！ちょっと待ってて、そっちに行く！このチョコ美味しいんだよね。お姉ちゃん、ありがとう。ゆうくん嬉しそう。はい、ということで、あとはもうね、エンディングを迎えるのみといったところですが、いや、なんか、もう早く幸せになってほしい。ちょっと耐えられない、ほんと。ちょっと早く幸せになってほしい。はい、じゃあ、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。